こんにちは、新鮮動画局鈴木です。今日も起立性調節障害の Q&A です。私は社会人になって朝起きられなくなりましたが、大人でも起立性調節障害になるのでしょうか。この質問、本当にほぼ1週間に 2,3 人いただきます。まあ、一人一人メールでお答えできないからこういう動画を撮ってるので、大げさでなくて1日に質問20、30、来ますので、それ一件一件全部答えてたら、もう本当何もできなくなってしまうので、まあ、そのために、今までの質問を一生懸命洗い出して、動画なら、ある程度、早く、それも、ちょっと広い意味で、皆さんは質問をしてくるんですけれども、その部分を切り取って質問してくるもんですから、返事をお返しすること自体が、その人にとって逆に悪いことになってしまうっていうことがあるんですね。そのために、一つ一つの質問について、ちょっとその周辺も、合わせてご返事できるような形で、この動画を撮ってますので、また、その趣旨をご理解いただいた上でご覧いただければと思います。で、結論を言っちゃいますと、大人になってからでも起立性調節障害にはなります。これはもう本当に、僕もアンケート調査をやるようになって、驚きはしなかったんですが、後でご紹介しますけど、驚きはしなかったんですけど、本当、こういう年齢でも皆さん、このぐらいの年齢になってから、発症する人もいるんだなって改めて、思いました。後でご紹介します。とにかく大人になってからも起立性調節障害にはなり得ます。なぜなら、起立性調節障害は、いつも言ってますけど、生活習慣病だからです。で、ここからちょっとご紹介していきますね。これは40歳以上の男性、男性の方で、大人の起立性調節障害で、資料請求してくる方、やっぱ少ないです。おそらくなんですけど、10代の時から、あんなに、10代ぐらいの人の資料請求があんなに多いのに、少ないのは、多分、親じゃなくて、治らないまんま引きこもってる方が多いんじゃないのかなっていうことをちょっと想像してるんですけどね。とりあえず、これ、ここがアレルギーの発症なんです。で、ここがむくみの発症なんです。で、ここが目のトラブル。で、これが発症からどんぐらい経ってるか。で、一番向こうが年齢ですよね。で、一番上の方は53歳です。で、赤で、書いてあるのが大人になってから発症です。で、黒で書いてあるのが子供の頃からっていうことですね。だからこの方40歳ですけど、30年ぐらい。だから10歳ぐらいから、ずっと起きれない状態ってことですね。で、この方は53歳ですけど、5年ぐらいということで、48歳ぐらい。で、この方は8ヶ月、50歳ですよね。8ヶ月ぐらいっていうか、本当、50になる前ぐらいですよね。で、ここの人ちょっと青で書いてあるんですけど、何年も前からっていう言い方で、何年も前って、それを4、5年って考えれば、40代、半ばになって、からってことですよね。で、この方なんか1年、2年、6ヶ月。皆さん40以上の方でこんな感じです。で、男性の時のところは、アレルギーがみんなあるなっていう意識で見ていただいて、いけばいいんですけど、ね、みんなアレルギーありますよね。これが30以上の方ですけど、これは10年以上。だから20代になってからですよね。で、これは子供の時から、高校生ぐらい。で、この方は4ヶ月。半年、2年、3ヶ月。そんな感じですけど、先ほどのやつに戻りますが、皆さんアレルギーが、例外なくあります。で、むくみの方はちょっとわかりにくいですが、今度女性の方になったら、このむくみに注目してみてください。例えばこの方、59歳の方ですけど、顔が腫れる、足がむくむ、目元がぽってりする。このまぶたのところがこんなになってるってことですね。で、足が太い。目ん玉が飛び出ている感じ。そんな感じのむくみ。
で、この方も結構そうですよね。でも、見てください。この方61歳ですけど、10年以上、まあ50歳前後ぐらいから朝起きれなくなってる。この方58歳で10年。まあこの方は子供の頃からですよね、57歳で。で、この方は、2年ぐらいってことですよね。まあとにかくむくみ、注目してみてください。それか、これは53歳から56歳までですけど、まあ皆さんむくんでますよね。子供の頃からっていう方もいれば、この方は10年だから40代半ばぐらい。1年1ヶ月。だからこの方は50代になってからですよね。起きれなくなったのが。むくんでますね。女性の方。これ前にも他の動画でも言ってますけど、男性と女性っていうのは、男性の方が、体の中の水分含有率っていうんですか、の割合が高いんですね。水分って筋肉に多く、存在するもんですから、一方で女性っていうのは体が丸みを帯びますけれども、基本はそれが脂肪なんです。で、水と油っていうぐらいですから、基本的に、男性よりも女性の方が体内に、体内の水分バラン、割合が少なくて、まあ、その上で女性の方が、脂肪が多いので、基本はむくみの影響を、強く受けます。まあ、その意味で、こんだけむくんでるっていうことが、まあ、この方は一人ないですけどね、むくんでるっていうことがお分かりいただけると思います。まあ、これなしになってますけど、おそらく気づいてないだけです。今のところの僕の結論は、他の動画でもそのことはご紹介してますので、まあ、いずれにしても、子供の頃からっていうよりも、大人になってからなって、起きれなくなった人の方が何とかしようという気持ちが強いんでしょうね。おそらく。で、多分子供の頃から起きれなかった方は、ほとんど、皆さんも感じてらっしゃるかと思いますけど、専門起立性調節障害の病気の、本なんかは、解決策が提示されてませんから、もうそれずっと、私が、電子書籍出すまで、どの本にも、具体的な解決策は書いてなくて、基本的にはサブタイプの、グルーピングっていうんですかね、その解説だけなんですよね。だから、おそらく、子供の頃からずっとそういう方だ、起きれなかった方は、今までもう本当いろいろな情報を探してたんだけど、結局、おそらく見つからなかったので、諦めてるのではないかと、私は想像してるんですけれども、まあ、とにかく、本当50代でも、ね、3ヶ月とか1ヶ月とか、まあ、ここら辺も、40代の方ですけど、3年、3ヶ月、2年、2年、3週間。で、しっかりむくんでますよね。しっかりむくんでますよね。まあ、こちらは30年、30年とかって言って、昔からの方も結構いますけれども、1年半ぐらい。まあ、これ見ていただいただけでも、大人になってからもなるってことが、大体想像、不思議なことではないということが、分かっていただけてると思いますけど、まあ、ここ子供の頃から。で、3ヶ月とか2年ですよね。この方まだ40代ですからね。40になってから発症ってことですよね。で、むくんでますね。はい。もう本当にむくみがひどいですよね。で、まあ子供の頃から。この方は、まあ39歳ですから、37、8歳で発症したってことですかね。まあ子供の頃から多いですけど、これ改めてむくんでますよね。半年、30代、38歳で半年ぐらい。で、37歳で3年、むくんでますよね。まあ、でも本当、お気の毒ですよね、子供の頃からっていうのがね。むくんでますね、はっきり。ものすごいむくみですよね。ここはすべて、子供の頃からです。で、やっぱこれも3ヶ月ですよね、35歳。で、この方は10年以上ですけど、35歳ですから、20代になってから、20代半ばぐらいからですかね。この方2年、31歳からですよね。むくんでますよね。それで、まあ、ここら辺も30代以上ですけど、1ヶ月、1年、8年、2年。だから、この方も30超えてからですよね。まあ、このように、本当に、むくみ、
まあ、アレルギーももちろんですけれども、むくみが女性の方は、顕著だということがお分かりいただけたと思います。また、大人になってから発症している人が、結構いらっしゃることも、お分かりいただけたかと思います。で、繰り返しますが、こういう、大人に、子供の頃からっていう形で、資料請求してる、来る方が、大人になってからの、朝起きれなくなった人よりも少ないのは、まあ、大人になってから起きれなくなったから何とかしようって気持ちが起きるのに対して、おそらく、子供の頃からっていう方は、いろいろな解決策を探したけれども、病院行っても治らないし、本とかいろいろ探したけど、その解決策も書いてなくて、ずっとそのままになっちゃったから諦めてるって方が多いんではないのかなと、私は想像しています。まあ、まとめとしては、子供の、大人になってからでの、朝起きれなくはなることは、十分あります。起立性調節障害という病名がつくつかない関係なしに、朝起きれなくなることは十分ありますので、むくみとかアレルギーですよね。これがある方なら、まあ、ない方でも同じことをやってほしいんですが、何度も言いますけど、むくみが、自覚できてない方がほとんどですから。まあ、これ、男性の方、筋肉質な男性の方でも、私が言っている、10日間チャレンジ、新鮮動薬局10日間チャレンジとか、起立性調節障害10日間チャレンジって言ってるんですけど、それやってもらった方のほとんどが、10日前後ぐらいで体重1キロぐらい減るんですね。まあ、それ考えても、一般のほとんどの方は、むくみがあるということなので、騙されたと思って、このむくみアレルギーの、この2つを改善して、で、その結果、何が起きるのか、確認してみてください。もう本当例えば、ご家族で、子供さんが2人以上いたとして、1人が朝起きれなくなったとするじゃないですか。で、それで、さっき言った10日間チャレンジ、起立性調節障害10日間チャレンジとか、検索してもらうと分かるんですから、それやってもらうと、例えば、その子が10日間では結果が出なかったとするじゃないですか。でも、その間にね、その兄弟が問題がないと思ってたのに、ものすごく、なんていうんですかね、例えば、急にお手伝いをするようになったとか、宿題をさっさとやって勉強を始めちゃうとか、お母さんが足がむくみがだ、10日間ですごい、取れてきて、イライラしなくなったとか、ネガティブなこと考えなくなったとか、そういうふうにね、家族の中、食生活ね、一人分だけ変えるっていうお宅めったにないので、家族の中が、みんなが変わってくれるんですね。うん、それを、まあ、いい変化として、もし10日間だけで、子供さんとかが改善してなくても、それがベースの部分になってるんだってことが、まあ、基本的には、ご理解いただけるはずなんです。まあ、そのことに対して、ほとんどの方っていうのは自分たちのメインの目的ですよね。起きれないのは、起きれない状態が起きれるようになればいい。っていう望みの方がほとんどで、別に吐き気とか腹痛なんてどうでもいいんだっていう、感じの方がとても多いので、まあ、そこら辺は、何度も言いますけど、朝起きれないこと、腹痛とか吐き気とか、あと朝起きると疲れてるとか、これを同じベクトルで考えてもらって、で、どれから順番になるのか僕わからないんですけれども、どれかが、例えば、腹痛がなくなったらいい方に来てるんだよっていう形で、判断していただいて、まあ、できるだけ、諦めずに、対応していっていただければなと思います。まあ、いずれにしても今日の話で、大人になってからも、朝起きれなくなることは十分ある。起立性調節障害になることはあるということはご理解いただけたと思います。今日の話は以上です。ありがとうございました。